始まりましたか。はい、それでは皆さんこんにちは。また、恒例になってきたんですけども、日曜日のインスタライブですね。もう6月いよいよ最終週になりました。一応今回で7月からは動物園の方でも少しね、ガイドしたりとかそういうできる体制にしていこうかなっていうのもあって、まず一区切り今日でも最後になるかなと思います。今日ねちょっとあいにくの雨でなんですけれども、やっぱり、結構ね家族連れの方とか、たくさん来られてるんですけどもっていう状況です。この1ヶ月間見てて、本当になんかこう全部削ぎ落とされたっていうか、すっかりなんか自分らも当たり前に思ってて観光で来る人がいなくて、あと遠足なんかもないので、本当に平日と土日のね、もう違うかなという感じで、僕らも変に安心しながら開園できている1ヶ月だったかなと思います。でこれね2月1日生まれで、すっかりですね、これ今日雨降って帰って気持ちいいからパタパタですけども、3頭それぞれがですね走り回ってます。結構別々だったり、みんなでじゃれ合ったり、するんですけれども、最後はお母さんに絡みついてっていう感じになったんですけども、本当ね好奇心も旺盛だし、とにかくじゃれてじゃれてって感じですね。でこれ結構ですね7月1日から名前の公募が始まるんですけれど、ちょっとね今までだと応募用紙があってそこに書いていただくってしてたんですけど、今回やっぱりそういうこと自体がちょっと不安に感じたりという方もまだまだいらっしゃるので、ウェブで名前を考えていただくという今回からそんな方式になります。ただ園内に来てその URL を読み込んでいただく、 URL じゃないか、 QR コード、 QR コードを読み込んでいただいて、そこで実際に見てね応募していただけたら嬉しいなと思います。トラは自分こんだけ濡れるとちょっとわけがわかんないんですけども、結構トラ だったりとかこういう体に模様がある動物っていうのは生まれた時からずっと模様は変わりません。やっぱりトラの場合はその眉間という顔周りの模様のつき方がだいぶ違うので、これで一応3頭見分けれるような写真も掲示しながら、それぞれのちょっと行動なんかを見てもらって、名前を考えていただけたらなと思います。こういうアムールトラですとか、いわゆる国際的に血統登録をされていて、本当にここで生まれた3頭は世界中の動物園だとかの人たちが関山で生まれたことを知ることになります。でこの元々がね、父さんお母さんというか両親の方はアメリカから来たってあれで、日本ではすごく血縁的には近いのがいないので、うちの多分この3頭もいろんな動物園に、出ていく、またペアを組んでいくっていうことになると思うんですけれども、海外に行くこともあると思います。で、つけていただいた名前っていうのは国際血統登録簿っていうところに、ローマ字表記で出るので、つけていただいた名前がずっと日本の動物園であろうが海外の動物園に行ってもですね、その名前のまま行くことになりますので、そういう意味でね、なんか足を運んでいただいて考えていただけたら嬉しいなと思います。同時にカバの子、ちょっと今日場所が遠いので行かないですけども、本当にそんな大きくないこんぐらいになって、本当に遠目に見ると体型は本当にお母ちゃんカバと変わらないので本当にカバカバな感じになってますね。でカバの子も同時に名前を募集します。カバの子はね、カバはやっぱりもう40年50年で行きますから、ついた名前がねずっと何世代にもわたってっていうか、結構前のザブコがいた時もそうなんですけども、ザブコを知ってる本当3世代ぐらいの人が昔行ってみたんだよっていうお母さんが
いつの間その50年の後におばあちゃんになって娘さんが娘さん息子さんがいてそのお孫さんがいてみたいな3世代で見れるような、そんな風になっているので、ぜひ、名前を考えていただけたらと思います。本当ね、こうやって無邪気に雨の日もいいですよ、動物園は。かえってこのぐらいの今年は涼しいので、雨降ったりすると基本的に動物は傘を差してっていうことはないんで、その中で動き回る。かえって暑い日はもう体力消耗しないように動かないんですけども、このぐらいの気温で雨降りっていうのはすごく活発に動くので、こういう日を狙ってね、動物園に来ていただくっていうのもすごくいい。僕は好きですけどね。雨の動物園もいいなと思います。はい、ということでですね、ちょっとね、これから7月もそうなんですけども、実はうちも新型コロナウイルス対策みたいなことはすごくいろいろとやっていて、書道関係とか、館内も全部うちは見れるようにしてるんですけれども、防火法上のハイエン窓っていうのがあるんですけども、自動ドアも開けて、ハイエン窓も開けて、完全に通気を外すという形で見てもらえるようにしてるんですけど、ずっと課題としてっていうか、その懸念としてあったのは雨だったんですね。で、特に朝から降ってれば、きっと皆さん傘を持ってこられるんですけども、急に降ってきたよとか、で、今までだとやっぱりみんな雨宿り的に屋根のあるところに人が集まってしまう。でその集まるっていうことをかえって雨が降ったらちょっと館内混むんで閉じなきゃいけないような状況も出てくるっていうことで、うちは昔から傘の無料貸し出しっていうのをやっていまして、でこの傘がそうなんですけれども、西門のね、駐車場、有料駐車場の、ところから毎年たくさんいただいていて、しっかりした傘なんですけども、この傘をですね、売店とか、そういうところにかなり分散して、各券売所もそうなんですけども、園内の売店さんとかにも置くようにしています。だから急に動物園に来て雨降ったなって傘持ってなかったなって言ったら売店とかに行って傘を貸して、傘を借りてですね、できるだけ館内に集まらない、そういうようなこともしてますので、動物園に来るときはちょっと頭に入れておいていただいたらいいかなっていうふうに思います。ということで、今日はヒグマ、で行こうという話なので、最後7月から地営造ヒグマ館の着工がいよいよ工事が始まるんですね。でかなり長期戦なんですけども、ずっと今年実はゆきり道路というところに北キツネ、ゆきうさぎの質問に行って、でその下に去年作ったエゾモモンガがいて、で秋には今度エゾモモンガ、ちっちゃいんですけども昼夜逆転、エゾモモンガは夜行性なので昼間見れないですね。うちにずっといても見れない見れないという声を聞くんですけども、それは夜になるより出てこないのでということで、昼夜逆転施設っていうのを結構いろんな動物園にあって、うちではないんですけども、今までなかったんですけども、伊豆モモンガには夜を明るくしておくと夜が昼間なんで、日中を暗くする。そうするとだんだん時間がずれていって、昼間が夜だっていうふうな生活をするということは、僕らが開園して昼間に来園したらその見れるということですよね。でそういう施設も今年中には、整備していこうということで、北海道産の地元の動物 の施設にしっかりとまずは焦点を当てて、象徴的にはやはり北海道はヒグマということで、ヒグマの施設を整備しようと思います。でこの今まではね、この今僕がいるとこ猛獣館という場所なんですけども、アムウルトラがいて、ライオンがいて、ユキヒョウがいて、アムリヒョウがいて、エゾヒグマ、なんでこの組み合わせになったかっていうと、うちは昔から古い施設の建て替えをずっと続けて、今パチッすごいことですね。何なんですかね、執行してるんですね。結構あれですよね、例えばチョコキウグマなんかもわざわざ毛頭のヘリに行って、毛頭の側にうんちをしたり、ふんをしたりとか、なんかいろいろなことをしますよね。まあでも本当に2月で
ね、どん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 大きくなってきますね。もう動きなんかは本当になれる虎の動きになって、昔人工保育でね、育ったやつで動物園に来た時あったんですけど、人工で育ってるんで親代わりをしなきゃいけないんですけど、このぐらいの時にもう一緒に遊ぶと、もう遊べないですね。こっちはもう本当体中ボロボロみたいにじゃれて遊ぶ。長靴から何からもう穴だらけ、雲をビリビリ破けてっていう感じになりましたね。まあ本当どんどんたくましくなって、親がでかいんでね、まだまだチビに見えますけども、子供だけを見ると、これをちょっと捕まえれって言われてももうかなり厳しい、かなり覚悟を決めないと全てが捕まえれない。耳の後ろが白いのがね、やっぱりすごい特徴的で、動いてる時に向こう後ろを見ると本当にみんな耳のところが白い目のように見えて、面白いですね。やっぱり数がたくさんいると、一人っ子でっていうふうに一頭よりも複数でいると、やっぱりすごい、じゃれてる中でいろんなことを覚えていくんだなっていうのはありますね。子供同士で遊んでくれるから親の負担も少ないみたいなところもある感じがしますね。はい、ということで、じゃあ、ヒグマの方に。さっきね、ちょっと猛獣館の話が途中までだったんですけれども、古い昔の施設で大きな猛獣類を集めて作ったから猛獣館ということで、北海道産とかそういうこと関係なくいたんですけども、今度このヒグマのだけをちょっと単独で別で、展示をしていくっていう、飼育展示をしていくっていうことになります。今うちにいるのはトンコっていうメスが1頭ですね。でも結構立派な、野生のヒグマとかやってる人見ても、メスのヒグマにしてはこのトンコすごく立派だねって、みんなが言います。ただやっぱりメスとオスの違い、ちょっと今ね、座ってますけども、手の大きさ、足の大きさがちょっとちっちゃい、一回り、オスから見たらちっちゃいので、体の割にちっちゃな手でちょこんとした感じで、なんですけれども、こんな風に。で、実は北海道のこっちにも書いてあるんですけども、トンコ、これですね。実は旭山動物園、例えばこのトンコもそうですし、ヤザラシ、例えばエゾシカ、あと北海道産のキツネだったりとか、鳥たちなんかもそうなんですけども、実は保護されてきた。で、その保護されて、自然に返すことができなくて、飼育下でずっと一生過ごすことになった動物たち。で、それをもとにしてちゃんと、でもやっぱり命をつながせてあげようということで、繁殖を取り組んで、アザラシの、ファンのアザラシも、やっぱりもともとはその、いろんな形、人間の生活だったりとか、例えばアザラシだと、漁網に絡まってたりだったりとか、スクリューに巻かれたりだったりとか、そういうふうに怪我をしていたりとか、で、そういうことで保護されてきたのが元で、いるんですね。で、なかなかこう、でも、動物園にいる個体と、なんか自然の中にいる動物って、なんかちょっと別の感覚で見ることが、どうしてもそうなっちゃうかなとは思うんですけど、実は本当はつながってきているんですね。で、このトンコの場合は、トンっていうのは、中トンベツ。もう1999年なので、もう21年前ですね。なんですけども、ヒグマが保護されてくるっていうのは、どういう原因かっていうとですね、大体春、雪解けになってクマが目覚めます。そうするとメスの場合だと子供を連れて出てくるんですよね。で、それが例えば畑に出てくるだったりとか、人の生活に出てくるということで、やっぱりその人の生活だったり人の人命だったりに危険があるということで、どうしても駆除せざるを得ないという状況が出ます。で、今北海道はすごい、こう近年すごい勢いで駆除数が増えてるんですね。実はなんか熊の生息数も増えてると言われてますけども、どんどん増えてるとは言われてるんですけど、駆除される熊の数がすごく増えてます。で、それはまあ仕方がないねでっていう話ではあるんですけども、特に春グマ、メスグマが駆除されるっていうことは、そこに本当は子グマがいるわけですよね。じゃあその子グマがどうなるのっていうことですね。
で、人にとって有害、もしかしたら人命にとって害があるかもしれないのは親のメスグマですね。で、例えば畑だったりとかそういうところで害があるかもしれないのはやっぱり親のクマなので、駆除の対象になるのは親。でも例えば春、冬ごもり中に生まれて、で春にお母さんが初めて出てきて、まだ 4,5 キロしかないちっちゃな体重、まだおっぱいを飲む状況でお母さん様が駆除されました。でも子供は基本的にはそこに置いてこられちゃうんですね。で、これは何でしょう、キツネなんかもそうですね。もう 春先なんかにすごい駆除されるんですけども、当然今の4月5月っていうと子供を持ってる、で子供が生まれて、でその当然メスだったらパパは親に戻ってるんですけども、ある日お母さんが帰ってくる、で子供たちが増えてっていうことで、もう結構その生活圏に近いところでそういうことが実は起きていて、子熊がどん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 小ギツネが増えていって、でカラスにやられてとか、そういうのをずっと見ててっていうこともあるわけですね。だからそういう駆除の裏側にはそういうことも起きている。でこのトンポはですね、そういう原因で4月の末に親、お母さん様が駆除されました。でその時にたまたま奥熊がすぐ、当然お母さんから離れないので駆除したお母さん様に引き継いでいく。でその熊どうしようもないからっていうんで保護されちゃう。だけど駆除のしましょうっていう許可は出てるんだけど、子熊に対しては駆除の対象ではない。本来そこで放置なんですけど、一回持ってきてしまったものをじゃあ話せるのかということになって、いろいろ協議をした中でうち2頭引き受けたんです。その子供1頭本当はいたんですね。でただうちもその時は熊蔵がいたのでオスもいて、うちはちょっと2頭がマックスだったので飼育できるとか、で子熊のうちは2つでいたんですけども、1頭は他のところに行ったということで、それでこのトンコだけがうちで生活をするようになって、もう当然人が育ててっていうか人との関わりの中で育ってたんで、大きくなって野生に返すっていうことはないわけですよね。でそれで、ここでお母さんにもなって、1回の出産はしてるんですけども、今はちょっと単独で生活をしているっていう、こうこの個体のヒストリーがあります。で結局その人との接点の中で原因があって、動物園で生活せざるを得なくなったクマがいて、でも動物園でもちゃんとそのヒグマだヒグマだって、特にやっぱり本州から来られた方、アジア圏だとやっぱりこういう北方系のこんなに大きなクマっていうのは実はアジア圏にいないので、これがヒグマなんだヒグマなんだっていうことで、変に人気ったら変ですけども、そういう目線で見られて、なかなかその背景が伝わっていかないんですよね。北海道で僕らがどうやって一緒に過ごそうかっていうこともなくなって伝わらなくてっていうジレンマをちょっと抱えてます。で、ここにこのね、いろんなことを担当者がメッセージを書いてるんですけども、これ読んでいただくと、なんだろう、ただ動物園がヒグマだヒグマだっていうことではないんだなっていうことも感じてもらえるのかなって思ったりします。で、そういう背景があってずっと保護なんかをやってきた中で、やっぱりその象徴的に、これから僕らがどういうふうにヒグマと付き合っていくのかっていうんですかね、そういうこともちゃんと伝えればということでヒグマにする。で実はそうだ、で今日なかなかこれはコラボ商品で出たやつなんですけど、これやっぱりすごくよくって、これオオカミですね。でやっぱり本当はね、北海道の動物、野生動物と人の関わりを、考えるときに外せないのはこの映像オオカミ始まる。うちで飼育しているのは森林オオカミですけども、そういうところから始まりますね。でちょっと雨が降っているので、ちょっと建設予定地にはこれから行ってみようかなと思うんですけども、一応ちょっとどんな施設かっていうなるのかっていうことをちょっと紹介しようかな。これ場所がですね、多分今までうちで動物園で建築してきた中で最難関、難航というか非常に人の動線上のど真ん中、なかなか工事動線が取れない、かなり大型の施設になります。でこっちにエゾシカとオオカミがあって、こうメインの道を上がってこうふっと見たらグワッてヒグマが見えて、このこっちにこの上にシマフクロウがあって、ここにタンチョウがあって、で両生類爬虫類があって、ここに北海道産がつながっています。
だから北海道産動物の中ではもう中心 の, あのメインのシンボル施設なのかなって思います。まあちょっといろんな工夫があって、でもヒグマやっぱり自然の中、まあ、山があり、崖があり川がありみたいな、ちょっと方針的にはね、すごくシンプルなんですけれども、うちは今までやってきたようにやっぱり坂にあるっていうことをうまく利用してですね、いろんな視点からまたヒグマが見ていけて、まあ、外から見るだけじゃなく中からも見れるみたいな、仕掛けがあります。まあ、今回川があって、その川の最後の最終に池なんですけども、そこがヒグマとお客さんもなんか共有するような感覚、これちょっとずっとやりたかったんですけども、まあ安全上どうかみたいなこともいろいろあるんですけども、なんだろう、人の目先の自分の足元までその池がつながっているような感覚で、ちょっとその臨場感みたいなのをね、感じてもらえればという施設なんです。でまあちょっとこれ、まあ、分かりにくいんですけど、館内をずっと中を通って見ていけるようになってるんですけども、昔北海道産の川のね、水系水族館みたいな、淡水水族館みたいな構想があったんですけども、なかなかそれ単独でっていうわけにいかなくて、でここ今度渓流の流れてる山に入った時に渓流行って、コンセプト的にはなんか渓流釣りに行ったら熊に会っちゃったみたいなイメージなんですけれども、流れ込みの中にね、イワナがいたり、多分現実問題としては外来種になっちゃうけどニジマスとかそういうことになるかなと思うんですけども、魚がね川の流れの中でどうやっているのかっていうのもちょっと見てもらえることもしながら、まあ、ヒグマを見ながらずっと館内に入る。で、まあ、ここはちょっとまだシークレットなので言えないんですけども、室内にも放飼場があります。でそんな大きくはないんですけども、室内放飼場があって、ここかなり広い館内エリアがあるんですけども、今回はですね、まあ、北海道、世界自然遺産がある北海道なので知床がありますよね。でその知床 の, 保全活動を中心になってやられている知床財団さんとコラボした形で、ヒグマと人との関わりっていうのがすごく象徴的に知床、やっぱりいろんな活動をされて、いろんな解決方法を探りながら手探りで毎年やられてるんですけども、そこの情報をねここでしっかりと出してもらう、やっぱりその知床を象徴的に、でも知床で起こっていることが5年10年後には本当にどうなる1円で起きるよって、鹿の時にずっと話を聞いていて本当に現実そうだったんで、だから熊なんかの現状っていうのも今知床で起きているっていうことがだんだんとこういう都会でも起き始めるっていう前兆も出てきてますけども、やっぱりその最先端の多分一番人でもかけていろんなことをやってる場所なので、そこでの情報っていうのをしっかりとね、動物園でも発信して、じゃあ今度どうなる、旭川でもどこでもヒグマとどうやって一緒に生きていくのかっていうことをみんなで共有できていけるようなブースを作っていきたいというふうに思います。まあそしてですね、建設途中うち今立体的になっているので、またさらにちょっとちっちゃな放飼場がこの放飼場の下にさらにメインのこれちょうど両生類、爬虫類館側から見た感じなんですけども、そこにもちっちゃいんですけども、まあ、屋根のついた放飼場を作ります。でこの放飼場全部がですね、ヒグマの寝室、今度3部屋あるんですけども、3部屋プラス産室があるんで4つになるんですけども、でそこを全部が通路でつながっていくような形で、例えば親子で行ったりとかね、まあ、もしかしたら違う動物の展示だったりとか、飼育もできるかなということで、ちょっと欲張り施設なんですけれども、作ります。まあそんな感じですね。で、ただまあこういう象徴的な施設になっていくので、まあトンコもね、今度は、ここね、いろんな排水の関係上、どうしてもコンクリートだったんですけども、まあ、今度は土の放置場になったところで、まだずっといるんですか？変わってないですね、場所は。まあ、ヒグマはなんかね、後ろから見ると耳とかね丸くて、一見こう可愛らしく見えたりもするんですけども、やっぱり山の中であったりすると、特に今時期ね、子供をつけてるヒグマなんかは近寄ってはいけないし、でも
あの今ちょっと今回もね、一番最初のインスタの時も言ってましたけども、まあ、人の動きがすごく狭まってきてるので、本当に思った以上に近くに彼らがいる可能性があります。だから山に入るときはヒグマだったりいろんな動物がいるところにお邪魔するんだなっていう意識をしっかり持ってね、あの山に入ったりとかあのしてもらえればいいのかなっていうふうに思いますね。ということで、あの熊は全然気づく気配もなく、でもね、もうなんだかんだ20歳過ぎて、来たんですけども、あのまだまだ元気にね、過ごしていけるのかなっていうふうに思うんですけどね。完成予定はいつでしたっけ？完成予定はですね、結構これまあ今公共事業も結構いろいろ長いですね。昔だったらもうかなり強引に1年以内にやっちゃったりしてたんですけども、2年越しになります。だから今年やって来年の冬ぐらいの完成を目指すような感じなので、もしかしたらオープンはあの再来年の春になっちゃう可能性もあるかなという感じなんですけども、ただ工事の動線がね、動線なのでちょっとあの園内のお客さんの動きもちょっと遮断しながらになるんでちょっと大変な工事なんですけども、これも7月1日から準備に入ってきて、今年中にはある程度基礎まで行ってということで、結構うちの動物園の地盤がちょうどヒグマを立てるところだけ岩盤があるっていうのを引いてしまってですね、ちょっとかなり難工事になりそうな感じではあるんですけども、まあ、そんな感じですということでですね、雨降ってるんだけど一応なんとなくね、どこに立つのみたいな臨場感を味わいに現場まで行ってみようというふうに思います。今動物園もですね、これもう来てるお客さんなんかがかなりあの情報も出してますけども、あのちょうどジェンスーペンギンの日なんか入ったりとかあのいろいろしてるので、あの動物園なんかでも今まで生まれてきた動物たちの成長もそうなんですけども、これからもいろんな動物たちがね、の誕生があったりとか、まあ、卵をかえたりとかいろんなことがあると思いますので、まあ、ぜひね足を運んで機会があるとねいただければなというふうに思います。ということでしたら現場に行きます。トンコのとこはチップが引いてあるんですよね、木のチップ。うん、チップはね、これチップね2回引き直していて、まあ、春に入れてまた秋に入れて出して入れてって言うんですけども、まあ、物隠したりとかいろんなこともあってで、まあ、少しでもね、快適な環境を作ってあげようと、作ってるんですけども、まあ、木を立てたりね、木を結構ガリガリやるので、やったりするんですけども、まあもう20年前に建った施設なんですけれども、まあここね、ヒグマがいなくなったらどうするかとかいろいろちょっと夢もありつつなんですけども、こんな感じですかね。だから99年って平成11年ですね。これそっか、できた次のうちに、そっか、そういうことになるんだ。なんですね。もうそんな経つんですね。ここはね、文字館バックヤード側にはちっちゃな放飼場と2つあって、そっちの方でずっとこのトンコまだちっちゃかったんで、でそこから始まったんですけどね。ね、そういうことですね。はい、ということで、ちょっと行ってみます。いや、このマスクも今日ぐらいだといいんですよね。でもちょっとメガネしてる人にはこう曇ってっていう問題と、ちょっと曇ってましたね今日。あと結構動いたりねすると気温が高いともうかなり厳しく。で今ちょっといろんなことでマウスシールドっていうんですか、透明なのも
っと今これから用意して、まあ、少しでも安全に配慮しながらという中で、ただやっぱりマスク、これ今ブータンマスクなんですけども、あの子どもたちとの距離は近くなりますよね。あの白いのしてるとどうしても病院だったりとか、やっぱり表情が見えないので、なかなか園内でもね、子どもたちと距離がなんか遠いんですけども、こういうのしてると、何それみたいな感じで、結構会話がね、子どもたちにとの会話もできたりとかで、すごくいい部分とかもありますね。これもまあ各サイズ用意されておるので、で今のところから出てきましたけども、オオカミがいて、ゾシカがいて、自分のイメージとしてはお客さんやっぱり今日多いですね。そうですね、うん、雨なのにありがたいですね。ただ気温はね、今日はあのそんな寒くはないので、ちょっと動いているとあのちょうどいい感じですね。というか結構着込んでますけど、うん、そうですよね、はい、今日フリース着てますよね。ね、ゾシカもね、いろんなことを書いてあるんだけど、ゾシカを見てこう振り返って、シマフクロウがいて、タンチョウがいて、北海道天国になるんですけども、そうなんですね。本当にあのデカさのものができるのかと思うんですけども、これはさっきの絵のメインの、まあ檻がない状態でビワーッと見えて、まあ、ヒグマが見えてっていうことで、ちょっとなんかこう人との生活感、まあ今ちょっと問題になってるのはやっぱり道路出てきちゃったりとか、そういうことがあるんで、まあ、せっかくうちこう舗装してるんでね、なんかそんなこともイメージできるような感じにしたいなというふうに思います。今の施設、トンコがいるとこから見ると3倍以上の広さになりますね。あの、まあ、地面の部分とこう切り立った岩の部分と、で川の流れてる部分と、というわけでかなりいろんな多様なあの動きだったりとか、あのヒグマの本質的なものを感じてもらえるような、施設になってくるかなと思います。ちょっとね、まあ、長丁場なんですけど、あの楽しみな、感じがします。ただちょっとね、動線の確保とかいろいろ、あの現場の打ち合わせとか、まあ、これから大変になってくるんですけども、ちょっと楽しみに、期待して、待っていただければというふうに思っています。こっちが通行止めになるんでしたよね、とりあえずは、メインの道路とりあえず冬まで通行止めで、ちょっとね、沿路がこっちの山頂から道山を見てっていうルートだけになって、で何歳冬の、まあ、灯油の給油とかがあるんで、このメイン動線がないと園内のいろんな給油ができなくなるんで、雪降るまでにはこっちの方だけどうにか、してですね、通れるようにしようということで、結構頻繁に少しお客さんの動線のちょっと不便をあのかけるような提供になったりもするんですけども、そんな形でやっていきたいなというふうに思っています。ということで、もう大体時間がいいとこですね。増えておきましたね。まあ、今回、までで、なんだかんだ十数回、はい、やってきたかなと思うんですけど、手応えとしては、その後でね、視聴とかしていただいている件数なんかも含めると、すごい、かなりの方に、見ていただいたり、したのかなというふうに思います。なかなか、最初にも言ったんですけども、やっぱり動物園は動物がいて、お客さんがいて、そのお客さんの心の中に、どういうふうに動物を伝えていくかっていうんですかね、その仲立ちっていうか、そういう役割が動物にはあって、それがなかなかできない状況が続いて、で、今、いろんなことを模索はしてるんですけども、入園者の状況を見てみると、なかなかやっぱり土日は、
それなりにたくさんの方晴れたりすると多いので、やはりもぐもぐタイムとかそういうことを土日はなかなかできないのかなというふうに思っています。ただ、まあ、いろんな今こういう情報の発信の仕方があるわけで、これからもですね、ちょっとできるだけ何かしっかりと動物を飼育してるっていうことで伝えれること、そのことにいろんなことを探りながらですねやっていきたいと思いますので、ね、本当にどんな風になっていくのかですけれども、ね、まあ、これからもできることを今できることを真剣にやり続けていきたいなというふうに思っています。ということで、まあ、長く5月2日から始まったんですけども、長かったんですけども、まずは1回、まあ、もしかしたら来週もやってるかもしれないですけど、まあ、まずはね、しっかりしないといかんかなということもありつつなので、これで、十数回過ぎたインスタライブの方もまずシリーズとしては1回、終わりにしたいと思います。ね、まあ、僕ら人の世界も大変なんですけども、やっぱり動物たちとの関係、環境の問題とかそういうこともやっぱり待ったなしな状況は基本的には変わらずに続いていて、ちょうど7月1日開園記念日ですけども、ちょうどレジ袋がね有料化も7月1日からだったりとか、いろんなこともやっぱりそれだけじゃなくていろんなこと、地球規模のことを、身近なことを、いろんなことをみんながちょっとずつ意識しながら生活が変わっていったりとか、生活の仕方をね、ちょっと見つめ直したりとかしていかなきゃいけなくて、でもそういうことがちょうどできる時期なのかもしれないです。だからまあそんなことも含めてですね、まあこれから夏も来てまた冬に向かっていくんですけども、ね、まあ本当にどんな風になっていくのかわからないですけれども、しっかりと皆さんも健康に留意しながら過ごしていただければなというふうに思います。ということで、長い、だったんですけれども、今日もちょっとダラダラ長くなったんですけれども、これで、とりあえず終わりにはしてみたいなと。最後ちょっと短調見に行きませんか。うん、ちょっとね、紹介しきれなかった動物たちもいて、なので、まあ、両生類、爬虫類とかチンパとかね、あと子供牧場とか行ってないところがあって、ちょっと気がかりなっていうか、ちょっと悔いが残る部分もあるんですけども、まあ、これ短調、でもこれ短調も話すともうちょっと長くなるので、もうこれとりあえず、じゃあここで一回終わりにしたいと思いますので、本当に長い間、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。